ゆずきさん。はい。ちょっと今日一緒に、これ何て読むんだっけふきです。ふき、おのおにじゃないんだね。みたいだね。うん。みんなはおのおにって呼んでるかもしんないけど。うん。うん。うちら違うんで。うちらはふきって読むんで。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> はい。えー、今日はふきを、えー、ゆずきさんと二人で、 やっていこうと思うんですけど。うん。俺は見るだけだけどね。<laughs> <laughs> やりはしないけど。プレイがね、私なんですよね。ちょっとマジで。怖いよ。ギリギリまで、なんとか遅延できないかなって言って別の話してたんですけど、ちょっとやらざるを得なくなってしまったんで、やります。うん。逃げるなと。<laughs> はい。立ち向かっていこうと、思います。タイトル画面から怖いんだよね。 いい味出してるよな。うん。もともとあった吹き2019年。かな、うん、のバージョンから、うん、えー、リニューアル、完全リニューアルされて、うん。この夏、登場したと。そう、大型アップデートされたと。そう、だから今まで吹きを知ってた人も、うん、また新しい気持ちで楽しめるようになってんじゃないのかなねえ。うん。うん みんなに楽しんでもらえるように、頑張ります乳芸ーー頑張れーええー、<laughs> 頑張れ <laughs> 頑張る <laughs>。この街では以前から、奇妙な失踪事件が頻発していた。<laughs> 急、急にユイって人出てきたけど、これ。だ、どちら様え、え、これ、いや、わからんけどさ。うん。あのユイちゃんかなあ<ー>教授あ今日中の。 そうじゃんそう私たち教授とやってるけど。同盟の女の子はいたよね。そうだよね。あの、救助に来る子だよね。うん。あの、潜入してた子。へえー。じゃないと、は、思う。その、つながりがどうなのかは知らんけど。うん。ほう。私のお姉ちゃんは、雑誌記者で、事件を熱心に追っていた。そんなある日、突然お姉ちゃんからの連絡が途絶えた。 嫌な予感がした私は、街中お姉ちゃんを探し回っていた。学生さんかな服的に。そうだね、制服っぽかったね。2018年だって。8月28日。あ<ー>4年前じゃん。<laughs> 怖すぎる。何今公園を探してるの。ごめん、これからは無理かも。もう少しお姉ちゃんを探したいから。 こんな道あったかなあー、ごめんごめん、一人ごと。行くな行くな道の奥にあったのは古びた洋館。<laughs> なんだろう、この建物。あのさ、公園の奥に建物があるの知ってた相手誰と喋ってんだろ、うこれ。 ああ、あれ、県外になってる。お友達なのか、なんかそんな感じはしないけどね。う,うん。おかしいな。電波障害カバンあるし。カバンあるね。あれは、ちゃんお姉のカバンかちゃんお姉。やっぱり、これちゃんお姉のだ。じゃあ、まさかこの建物の中に 急な雨、これは入るしかないね。うわ帰ろうか。帰ろうね。<laughs> 帰ろうね、<laughs> これは。これは、入っちゃいけませんよ。な、なに今の声、中から鍵がかかってる。どこか別の入り口は。諦めて帰ろうってならないんだ。ねえ。え開いたもしかして。 うわーあた,そ,たそ,そんなすぐ出んのあ、ちょっと可愛い顔してんじゃんそれは、まるで、斧を持った鬼のようだった。こいつから逃げなきゃ。その時、私の全細胞がそう叫んだ。そして私は、導かれるように逃げ込んだ。この、あ、読めない。猛竜。猛竜の住む家へと。なんで俺辞書やってんの <laughs> 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 おー、吹き。吹き<気>。猛獣のすの家。<laughs> 俺、辞書じゃん。<laughs> <laughs> タイトル読めてなかったからな、私。<laughs> 嘘でしょなんなのあれお姉ちゃん。あ、違う、ちゃんお姉、ここにいるの。<laughs> いや、お姉ちゃんでいいんだった。<laughs> <laughs> えあ動け,あける。動けるようになりました。<laughs> 何これ。 これは、人の死体。何なの一体。もう一人くらいキャラだああ <laughs> 耳やられるかと思ったわ。<laughs> ごめんなさい <laughs>。<laughs> <laughs> 落ちてくるなんて思わないじゃん <laughs>。火事なるでしょ。ねえ、今のはなるほあ、これセーブじゃないセーブじゃないセーブじゃない触るな、はい、触るな見ない方がいいああ周りは暗いし、迷わないようにメモを残しておこう。呪われたメモだ、触るな。<laughs> 触るな。すぐに触るじゃん。<laughs> 20個ね。うんうん、20個ね。 うん、まあまあまあ。な <laughs> ん<っ>だった今、コウモリかなコウモリが。え本の隙間に紙切れが挟まっている。誰かのメモ。じゃあこれ読んでもらおう。長かったがついに館の、館の入り口まで戻ってきた。あいつの姿はしばらく見ていない。早く帰らないと。家族が心配し。これ以降の文字は、 代わりに赤いシミが残されている。なんだろう、ケチャップかな鼻血出たんかな書いてる途中。<laughs> えこの手形は、一体、あ、ズームする必要あった <laughs> こっち行ける。血、わかる血。<laughs> <laughs> <laughs> 棒に見せたんやろうな。いや、ぼわ、あー、もう、どこに行けるかわかんない。ちょっと待ってね。ちょ、ちょっと待って。ああはい。 いいよ。はい。新聞記事。2003年5月26日、行方不明者急増。1ヶ月で10人以上か。15年も前の新聞、その頃からこんな状態なの。それ全部ここで亡くなってんじゃないのねえ、ここに連れてかれたんじゃないのトップ手がロープで固定されてる。何か書かれてる。開けるな。奴 <laughs> らがいる。 開けちゃダメですね、じゃあ。うん、開けない方がいいね。開けない方がいいね。開ける理由が見つかりません。そうですね。ここ開けるなって言われてるのになんで開けんだよ。そう、開ける必要になってる。あ、でも、ちゃんお姉がいるかもしんないから。お姉ちゃんでいいんだって。<laughs> <laughs> そこ。何これ。何これ動物の死体じゃないのかな。はは。はあ 元が漁師さんの家とかだったりしたらこういうのはありそうだよね。白生作ったり。あなるほどに出るやつとかさ。ね、うん。そういうのはありそうだけど。公園の奥で、そんななんか野生動物出るとこなのかな、ここら辺、ね。さっきでもコウモリ出たけどね。確かに。<laughs> 野生動物、うん。お、肉に包丁が突き立てられてる。野生児じゃん。<laughs> <れ>まあ持っていくしかないでしょ。そうだね。包丁だけか。錆びてそう 肉 <laughs> 肉いらないんだ。腐ってんじゃない熟成されてるずいぶん、ずいぶん錆びてる。頼れる相棒とはいかなそうね。これ何回かで壊れるってことかなあ。どうなんだろうね。肉壊ねえんだ。美味しく食べていいのよ。宴肉。<laughs> でかそうだし。<laughs> いや…美味しそうだけどな。包丁取ったら電気つかなくなっちゃった。うわああああ <laughs> 雷よりでかかったんだけど。お <laughs> <声>い。やだーもうなんかいたもん、こんにちはって。いないいないば <laughs> 今のは。もうね、あの、教授党にも、あ、これネタバレになるから言わない方がいいのかなえ、でも、体験版やってる人は、体験版でもう公開はされてるし。そうだよね。どうなんだろううん。いや、そう、出てきたじゃない教授党にも。出てきたね。あ、何 ね、この扉の奥でしょう。<laughs> ここからうん。開けるなのところから。ああ、もうだって行けないもんね。帰ろうぜ。帰ろう,帰ろうぜ。あ外にはまだあいつがとにかく逃げなきゃ危険だわ。あいつ、いるんだったら入ってくるだろ。ね思<え>うつぼだと思けど。時間経ってんだし。ねもう、あ、セーブしよう。うアイテム回収した後はね。ね<え>開けるな。ゆうちゃんかわいい かわいいね。ツインテールじゃん。ねえ。男がみんな好き、ツインテール。なのかそ,そう、なの男は好きみたいな言い方せん、ツインテール。確かに。ズッキーもじゃあ好き嫌いではないね。あ<ん> <laughs> 嫌いではないよ。<laughs> めっちゃいる、ゴキちゃん。わーい。絵がガタって。いや、絵画落ちてくるっていう決まりだから。うん。絵画落ちるっていうお決まりがあるから。うん。ここは入れる 入れる。いろいろいてるね。<頭足> <laughs> いるいたー普通におる。なんかんなえ、そ、外にいたって言ってたからさ。ここから入ってきた。複数おんのかなえどうなんだろうここから入ってきたのかと思ったけど。<え><あ>だとしたら痛そうじゃない怪我してるし。ねえ。なんか内臓出てたもんなあいつ。さっきの化け物、まさかこの窓はあって。あららー。 ところどころで頭悪いな。扉使えばいいのに。ね <laughs> その選択肢なかったんかな <laughs> でも鍵かかってたから開かないってなってたんじゃない玄関からさ、なんか、ちゃんと入ろうとしてたじゃんあいつ。うん,うん。でも玄関開けてたもん、あいつ。ガチャって。そっか。あいつアホかなた、多ぶんアホだね。<laughs> なんかあるじゃん。テーブル。か,かわいい。 かわいい。古い写真ね。かわいいんだけど。曲げた子なのかな首曲げすぎててちょっと怖かった私は。確かに。角度がね。ね。ボロボロのぬいぐるみ。あ？うんちょこちょこちょこピーじゃん。<laughs> こうみんな側になっちゃった。<laughs> 2002年6月4日、愛子 <laughs>。愛子ちゃんなのかなさっきの。なのかないが。本がずらりと並んでる。あれ、一冊分だけ隙間が空いてる。 矢印、黄色矢印あるからさ。うん、あの、本差し込んだら、ガガガガって、飽きそうだよ、ね。あーなるほど。今、ここは、あとじゃあ、本一冊持ってくるのもうん、もう、もう、あと、吹きが行ったとこしか、行く道ないんじゃないやだぁ。ご対面進め。うん、こっちも行けないもんね。うん、入るしかないね。あセーブがある。あ、でも、思ったより綺麗だね、中は。ね、中は思ったより綺麗だな、じゃん <laughs> お、おい、もう帰ろうぜ。<laughs> 奥は触れない感じか。そうだね、いけないね。うん。右側進むしかないか。あ、なんかさ、そのロー、カ <laughs> タンスカー開けるんじゃない <laughs> と思ったら。<laughs> それ以前の問題だったうん。な、何 <laughs> あ、怪しいものじゃない。怖がらないでくれ、頼む。いや、だったら驚かせんだよ。あ、あなたは 俺は記者だ。ここで取材をしていた。お姉ちゃんも新聞記者みたいに言ってたよね。言ってたよね。あ、じゃあ一緒に来たんかな蒸気機関か、こいつ。うん、そんなことより、君は、なぜこんなところに一人であの、私は、ここに姉を探しに来たんです。ちゃんお姉も記者なんです。お姉ちゃんで言って。<laughs> 記者の姉もしかして、君は、桜子さんの妹桜子さんって言うんだ。 お姉ちゃんを知ってるんですか私、妹のユイです。一緒に石田に来た仲間だ。だが、あの化け物にさらわれてしまった。さ、さらわれたそんな、お姉ちゃん。ひとまず落ち着こう。全部話すよ。なぜ俺たちがここに来たのかを。の<お>早く話せ。 もったいぶりな。<laughs> 距離取ったな。もったいぶな。<laughs> 俺たちは、15年前から多発している失踪事件について調べていたんだ。お、そして多くの目撃証言が、この近辺で途絶えていることに気づいた。ああ、やっぱりそうなのか。すると、桜子さんが急にここを調査しようと言い出したんだ。お姉ちゃんがここああ。彼女はすでに何かを掴んでいたらしい。 でも、俺には教えてくれなかったよ。そして忍び込んだのが昨日の夜。そうしたら、突然あいつに襲われて。そうだったんですか。ゆうちゃん、一緒に桜草を探そう。そして一刻も早くここを出るんだ。まず名乗れ名を名乗れよ。一人では危険すぎる。俺も君もだ。協力していこう。はい。一人より二人ですね。 よろしくお願いします。よし。そうと決まればここにいても仕方がない。手分けすなよ。絶対一緒に行動しろよ。あれ。おかしい。鍵がかかっている。さっきまで開いていたはずなのに。ここを開けないと先に進めない。何か方法があるはずだ。 手分けして探そう。手分けすなって言ったじゃん。手分けすなって言ったばっかりなのに。わ <laughs> かりました。よろしくな。なんで一人にするのやだえああ、この部屋、探す感じですか。そうだね。これはんなにこれあ、本じゃん。だ。こ<れ>本の置物だって。これを差し込み、差し込みに行けば。そうだね。ふぅ。 ついて来いよ。<laughs> 一緒にのこの本もしかしたら、こうこうこうなんですって言えよ、言う一緒に写真に行きませんかと、絵が落ちてくんだよ、オッケー。<laughs> 落ちないタイプの絵がか。いや、安心するのはまだ早い。えっ、ー、と、本の置き物。動いたね。まだこんな仕掛けあるぐらいだから中は安全でしょ。うん。さすがにね、この中に何か来ることはないでしょ。危険なはずがない。 安全安全。あ,あ細,細い道なやだ。うわあ考えた <laughs> さっきの男なんじゃないえびっくりさせないで。なんだ、先に来てたんですね。<laughs> 死んでる。あ、俺は何か持ってる。男の手記。奴が追ってくる前に、俺たちはここにこもることにした。お互いに監視し合い、どちらかに異変が起こったときは、 残ったもう片方がきちんと始末すると約束した。奴と同じになるくらいなら、こいつの手で殺された方がずっとマしだ。さっきから隣で苦しんでる相棒、随分と息が荒い。まさか、とは思う。その時が来た時、俺はこいつを殺せるだろうか。これ、不気になっちゃうのかもしかして。なっちゃうのかね<え>感染するみたいな感じウイルスか <あ>アルドビアウイルス <laughs> かな何の鍵かしらと。雲の鍵気持ち悪いねえ。楽しみですね,ねどんな趣味してたんだ、この館の主。結構好きなのかな、そういう、ね昆虫というか。<ね>え, <laughs> え、行き、行き止まりだった <laughs> あ,あうん、行き止まりだけど、その、ああ細い道使いなさいっていう。あ,あ、そういうことか。<laughs> い、ええ、きっとどこかに道が、あ,あもう行ったよ <laughs>。そうそう、先行っちゃってるから。<laughs> オッケーオッケー、じゃあ戻って。鍵見つけたよー。<ー>男<ー>。男、名乗ってくれ。そろそろ。なんか変なあだ名つけちゃうぞ。う名を名乗ってくれ、男。お、いたいた。何か見つかったか、ゆいちゃん。ありました。向こうの部屋に。雲の鍵渡した。なるほど。 すぐに試してみよう。なんで、この鍵について何も触れないんだうん。く、雲かい <laughs> ってなるけどな。ねそれ、本当に鍵かいあいた。この先、何があるかわからない。気をつけろ。メモさせてもらっていいですかよし、行くぞ。行かないでください。あ、行かないでくださいああ<ー>あ <laughs> あ、死んだ <laughs> 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 あ、いきてた。よし。はぐれないように気をつけて。手を繋ごうか。うわ、ロリコンだ。<laughs> <laughs> <laughs> おい、あれは。ああ、あー連れてってる。お姉ちゃん。あ、これはお姉ちゃんじゃあね。あれは、ちゃんお姉。<laughs> ああ、鍵閉められちゃった。結構、律儀なんだな。そうだね。くそ、閉まってる。閉じまりちゃんと大事にする人なんだ。 何なの一体、わけがわからない。ゆうちゃん、落ち着いて、きっと大丈夫だ。そう、さっきみたいに、きっと開けられる。どうしてお姉ちゃんがこんな目に、一体何が起こってるんですかあなたは、そしてお姉ちゃんは、何か知ってるんですかそれは、 俺も以前、同じことを尋ねたんだ。何のためにここを調べるのかと。うん、彼女、初めは話すのをためらっていたが、やがて、とつとつと語り出した。すごいギオン、議論。とつとつ。この館では、秘密裏に人体実験が行われていて、失踪した人たちは、その実験に、利用されている恐れがある。そう言われた。 俺も記者の端くれ。桜子さんにしてはつまらないネタをつかんだと思ったか。桜子さんの呼びは当たっているのかもしれない。うん。すべてはあの化け物を生み出すための計画だとしたら。およ誰かいるんじゃないかなんだなんか、妙な音がした。一人で行くなよ まだここは危険かもしれない。急ごう。はい。あ行かないのあ,あ一緒に行動してくれるわけじゃない。なんでついてこねえんだずっと目で追ってくるだけ。おじけづいちゃったかな <laughs> あ,あ、話せるわけでもないし。勇気あんのゆいちゃんだけじゃん。何かをくぼめる、あくぼめるはめるくぼみがある。フランクハンドルかなああ、あり得る。えー、こっちから進め 結構死体多いな。クなんか雲の糸がいるからさ、あるからさ、<う>雲の化け物とかいいんじゃないの確かに。わ <laughs> 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 普通にクモいたわ。いたなでっか。だって、<あ>ゆいちゃんの体下半分ぐらいの大きさあるよね。ねえへクランクハンドルあったし。クランクああ、びっくりした。それはよし。 他に目しいものはないな。ひとまず戻ろう。なんで自分の手柄みたいに。急げ。せかすなよ。<わ>びっくりしてたくせに。いいあ死んじゃうああ。うわ <laughs> もう働かないからだよ。役立たずは死ぬ運命。<laughs> だどすけ。ゆいちゃん。結局、誰なんですかあなた。連れてかれちゃうかな。あ。あ。 あ、はやっ。美味しくいただかれた。え、追いかけられるこれ。え、いやあわいなくなった。満足してた。そんな、何今の。ああ、一人になっちゃった。ああ、うがない。頭が。ゆいちゃん、僕を置いていくのかい。なんか、靴とか。一緒に。 ててっいなんかちょっと動けなくなっちゃったんだ。<laughs> 助けてー。包丁でちょっとどっかしら切り取って持ってくことならできるんじゃないかな。サイコパスだ。<laughs> これ、畳のし、畳にして持っていくんだ。<laughs> 扉開いてんじゃないクランクハンドル使えるし。確かに。<laughs> そんなことにセーブ。<laughs> <laughs> 生きることに必死。ええー、クランクハンドル。 えっと。えそこあ、そ、そっちかいバ隠し部屋。どうしてこんな。もう会えなくなっちゃったじゃん。男に。バイバーイ。名前も知らない男の人。ねあだ名ぐらいつけてあげればよかった。うわ閉まっちゃった。え取りあえず。会えなくなりました。レバーあるよ、でも、<っ>右に。あ、ほんとだ。え 開けれんだああ、開いた。えこれ、間に入らた閉めとく必要ってあんのかなえどうなの開けといた方がいいよね、一旦。ねえ。なんか、ああ、開いた。明るくなった。開いたじゃね明るくなった。あ、でも閉まっちゃった。時間で閉まるんかそうだね。なるほど。これ、取れないのチェーン、チェーンカッターの感じかと思ったのに。こ,ね、ここにもセーブあります。よく見つけんない。<laughs> 研究日誌。 2002年11月21日、研究は難航中、ちょめちょめちょめの注射後、およそ10分で雲は激しく暴れ、肉体がみるみる肥大化した。筋<ー>肥大の症状は人体でも確認できるが、生物によってこれほど差異があるとは、研究を重ねれば将来的には全く新しい生命を生み出すことも可能だろう。やっぱアルドビアウイルスじゃないのこれ。なのかな、うん、研究で、 あの雲も、それで。なんか、金肥大とかも。ねえ。で、ね、共通するものがあるもんね。確かに。雲に注射するとか。えー、そこの写真は調べられる調べられる。これは、まさかこれが記者さんが言ってた人体実験の記録。結構子供じゃないねえ。赤ちゃんじゃん、みんな。うわー生まれたばっかりの子供にやってたのか。一体何を、まさか今頃お姉ちゃんも実験台に。 ああ。されてる可能性はあるよね。ねえ。でもなんであんななんかズルズル引っ張り回してんだろうな。昨日の夜からでしょつか捕まってっていうの。な、気に入ったんじゃないああ。俺の嫁にする。<laughs> <laughs> こいつ、俺の嫁。かわいい、桜子。この肉片は一体。こっからは人の肉だったりすんのかなそう。かも。にしてはでかいけどね。確かに。 雲を美味しく食べれるかの実験かもしれないよ。実験かな。偉大化させて食料を。そう。虫、なんか昆虫食って、なんか将来大事って言うから。らしいからね。うん、<は>2003年5月8日、男性肥満、刺繍あり。2003年5月9日、女性白人痩せ型。2003年10日、昇じゃ。 15歳、前後 <laughs> 口ベロベロになったな。2003年5月、10、へ、イぐ、い、メシに。えぇ、ー、だんだんおかしくなってんね。そうだね。研究者もおかしくなっちゃったんだ。研究者がおかしくなうぅ。いや、まあこんな趣味の鍵持ってるからな。もともとおかしいだろ。うん、もしかしたらさっきの扉の鍵かも。 扉の上にドクロのマークあったかも。あったね。うん。えはまあ、来るよね。そうですよね。な、なにああそっからかいそうなんだ。そこなんだ。そっち開けるんだ。ちょ、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 あ、え、ちょ、待って待って待って。ああよけて走って走って走ってさっきのシャッターのとこシャッター間シャッター、シャッターシャッター

<laughs> もう酸欠みたいになってるよ、今。<laughs> 一回目、ね、斧ー避けて。うん。うん。で、全然シャッター開けるまで時間あるから確かに。いけるいける。けるちょっとね、シフトがね、一回離しちゃったからさ。<laughs> <laughs> 危ない危ない危ない当たりに行ったな、今。<laughs> <回>どっちに来るんだっけってなって。<laughs> 早く 早く、一回、引いたな、あいつ <laughs> やっぱちょっとここで、じわじわ、いたぶってやろうみたいな。さすがに、さすがに捕まえるのはの、なな左、左、左。こっち、こっち、こっち、こっち。下、下、下、下。おけ <OK>。諦めたんじゃない<っ>上げ閉めた。え、え、え、だ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 、大丈夫大丈夫走った方が、あ、そう、黄色、黄色のところ。<laughs> ここ <は S 1> じゃない頼む。<laughs> 部屋の中にあいつの気配がする。見つかったら死ぬ。<laughs> 死を意識した瞬間恐怖の記憶が鮮烈によみがえるなんか別にこれ見るとあんま怖くないんだけどなここだけ見るとねちょっと可愛らしい,というかそう目細くねってなって口めちゃくちゃ大きいんだうん恐怖に身を震わせながら暗闇の中ひたすら息を潜めた一口大きいんだろうなっていうねうんそれからどれくらい経っただろうか気づけば辺りは静かになっていた 化け物の気配も消えている。私は勇気を振り絞り、目の前の扉を開けた。すると奴は目の前でずっと待っていた。にっこり寝ちゃうなんかさ、何、うん、だったかな。なんかサイコパスの頭の人機が、うん、そのロックが押し入れとかに逃げ込んだ、うん、その、 殺す対象の人間がいた場合、その、どうするか、みたいな。うん。どうやって追い詰めるのか、みたいなやつで、なんかサイコパスは、その、押入れの前でずっと待ってるらしい。うわあじゃああいつサイコパスじゃないのか。うん。ちょっと残念だなな出てくるのを待、ま、待つらしい。へえ<ー>。そういうことを待てるらしい。ズッキー待つんだろうな待ちそうだな認めちゃった。<laughs> ここは、 ワーチだらけセーブ <laughs> 反応がすごいな、セーブの。<laughs> 立派なって。そんな感じでアイテム見つけてくれたらよろしいんだけどね。ねえ、<と>本当だよね。これは、一体。おお<う>誰あ、あなたは結構人いるんですね。そうだね。あの、一体こんなところで何を。 研究かなああ、研究者こいつ黒幕かああ、えっと、私、ゆいと言います。行方不明になった、ちゃんお姉を探してるんです。そうあ、そっけない。そっけない。ひどい <laughs>。<laughs> <laughs> それで、あなたはあなたと同じよ。人探し。悪いことは言わない。ここから立ち去りなさい。じゃあなたも立ち去りなさいよ。そうよ。 あなたも見たでしょあの化け物。私だってそうしたい。でも、お姉ちゃんが。それに、どうせタイルは塞がれた。そうね、いけなくなってたからな。うんそう。<laughs> そっけない。<laughs> ねえ、この扉、怪しいと思わないお前の方が怪しい。えどうしてこんな厳重に それに、この結婚。奴は、この奥にいる。<laughs> きっと、あなたのお姉さんもね。お互い、死なないように頑張りましょう。名乗らないと死ぬぞ。どれレグナ死ぬぞ。お姉ちゃん。怖がってる暇はない。今やれることをやるしか。今やれることをやるしか。 <laughs> やったね。やった。<laughs> やりきったね、最後まで。<laughs> なんか、ここに。まあ、上になんか置かなきゃいけないよね。そうだね。これは立ち入り現金。わあ、入りたくなっちゃう。コウモリの鍵がいいのかなそうだね、きっと。あ、コウモリの模様が書かれてる。さっきの女がここから来たよなあ、来てたね。でも、ここ通れるのか、普通に。あ、いたわ。いたわ。扉を開ける方法を見つけましょう。あの化け物が来る前に。 いや、化け物来たとたんここに隠れるつもりだろう、女。うええー、ああ、人、先着いた,いたわ。これは、かわいそうに、死の間際はここへ逃げ込んだのかしら。けどなんか血の跡とか割れたのかなああ、それか、あれかも、もう見つかってるのに、あ、ここなら大丈夫って言って隠れて普通に追い込まれちゃった。開かない。開かない。全部開かないんだ。じゃあ左行くしかないのかな。そうだね。 左から出てきたってことは、謎が解けずに、出てきたってことだよね。また、うん、これね、ゆいちゃんが謎を解くっていうことは、うん、あいつが無能であるっていうことを同時に証明できると。確かに。ビリヤード。え、なんかいる。あ、いる。あ、なんかいる。明らかに出会っちゃいけないやついいんじゃん。そうだね。<laughs> <laughs> 普通に、あ、ビリヤードじゃん。やるいや、やるか。やるか。<laughs> ワンターンキルされるだろうけど。<laughs> <laughs> なんだ、これは。あ、これ食べてたんじゃないのあー、なるほどね。うん。お腹空いてたんかねこっちにしか行けない。えー、あ、美味しく食べてるん食べてんじゃん。まだお腹空いてんのかね<え>足りなかったんだね。えどこから聞こえんのこれ。左側じゃないもうちょっと。そうだね。うん誰かいる食べてますね。食べてるね。その前にこっち見ようかな。 メールの地下室の改装工事が完了いたしました。セキュリティの関係上、入り口からは一方通行となっておりますのでご注意ください。なお、扉は鍵ではなく、三分割された石板を所定の場所に置くことで開くようになっております。<ー>厳重なセキュリティが必ずしも無骨で、無骨である必要はありません。デザイン性と安全性の両立を ご自身の目でお確かめください。なるほど。手書き用紙の隅に。うん。セキュリティを強化してくださったんですね、先生。予約脱走した被験体を追い回す日々から解放されます。迅速な対応に感謝します。あやっぱ研究してたんだな。逃がさないようにこういうセキュリティにしたんだ。うん。あのー。後ろ通りますね。<laughs> あ、通れなかった。あ、あの、すみません。あの、私、 お姉ちゃんを探してて、これ、あいつを殺せるだろうかって言ってたあいつがさ、いなかったやん。あ<ー>ああいつじゃね <laughs> あいつじゃんあいつの相棒じゃんじゃねあ、バーンってなるバーンって。見たなぁ。わぁ何をえ,え,え、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 あれは、人を食べてる逃げた方がいいねそうですね。 そここぐるぐる回れんじゃないい,いいの <laughs> さっきのは一体人を食べてたえ、もうすぐ逃げ切れちゃったじゃんさっき石板あじゃん石板みたいなそれに奥にあったあれはよく見えたね全然見えなかったよ私もしかしてえー、取りに行かなきゃいけないんだうろついてんだろう行かなきゃいけないねまあ、でもあそこぐるぐるポイントあるし確かに 徘徊するようになっちゃった。そうだね。あ、目盗んでいけんだ。じゃあ。うんうん。うん、今のうちに下側回って。うん。ここで待機かな。こっち来るようであれば、上側に。あ、今走っていける。いけるいける、石板を。た。取得はで、また、あの、あ、いけるいける思い切ったな大胆だった。たまにはこういう大胆さも必要だから。そうだよね。 あ,あ、あいつ見て引き返したんか、ね。あ、なるほど。あいつ人食べてる。やっべーって言って。声かけなかったんだ。いや、人だと思うじゃん。で、石板。あれ,あれいなくなってる。どこ行ったのロッカーの中か女。あ、いないわ。いなくなってる。もでも他道ないもんね。そうだよね。戻れるけど。あ、いたわ。あ、いたわ。はぁ、あ。 やくたずそうだよ。ここもう何もないよ。ゆいちゃん来たんだぞ、ここから。この目ざといゆいちゃんが。セーブに目ざといゆいちゃん。<laughs> <laughs> <laughs> すぐに見つけるから。え、これ、まあ、とりあえず、まあ、そこに置いといていいかな。うん、置くしかないうんうん。あと二つを。ああ、なるほど。それでいい、うん、動いた。段階的に。うん。 この針のやつも、下がっていってるね。そうだね。ここ、もう、ジャンプしたらいけそうじゃないまだ無理か。<laughs> いけんじゃない行こうよ。上の石像のところからでも飛び降りれるでしょう、ね。あ、本当じゃんゆいちゃん頑張れ。<laughs> いけるって。ここ先進もうよ。伝言メモ。2002年6月21日。あの子の容態は相変わらずだ。 固形物を飲み込むことさえ辛そうだ。食事には十分な注意を払ってくれ。うん。僕は、あ,ああ。<laughs> あの症状を見たことがある。もし、あれが、アルドビア出血熱なら、あの子はもう、ジョブ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 ジョ これは何、何なんか、台座がいいのかなねえ。これは、中に鍵が入ってる。開かない。パネル。操作、うん、してみようぜ、一旦。うん。あ、あれだ。一筆書き。あー、そういうことか。ちょっと、もう。あ、言っちゃった。<laughs> 操作やめなきゃ。うん、一回、ね、シフトで。言っちゃった。言わなきゃよかった。<laughs> 簡単すぎる。 一旦すぎるぜ。<laughs> すげえ、謎解きは俺一旦黙るわ。<laughs> ああ黙んないでよ <laughs> <laughs> 一旦黙るわ。おー、これ、んこれコウモリか。うん、コウモリだね。おしゃれになったな、急に。右側の鍵は右、扉かああ、いけないね。向こう側から施錠されてる。じゃあ、あれかなコウモリの、ところから繋がんのかなそうだね、なんか、<laughs> 聞いてるー。女さん、女さんのところに誘導したいね。そうだね。こっちだよ、こっち来いや。さっき、もうコンボにとこ行っていいで。そうだね。見つかる前に。よいしょ。そっか、ここ安全じゃなくなったんだ。うん。え、てか、包丁いつの間になくしたのあ、確かに。あれほっとけよ。なくなっちゃった。一番大事でしょ。そうだよえっと。 研究日誌。2003年2月28日、数々の実験を重ね、ついにあれが完成する。あれには、世界を変える力がある。うん、それがそのアルドビアウイルスなのかなだよね、きっとね。成功成功、完治。完治これは幼い頃のお姉ちゃんどうして、それに成功って。はあ 交代ができてんのかななるほど。お姉ちゃん実験に必要なんだ、多分死亡。みんな亡くなってるけど、うん、唯一お姉ちゃんだけが無事だったんだ。はい。赤ちゃんの時にってことか。それ、かなそうだよ、ね、幼い頃に、やられてんだろうね、うん。はしごこれ持ってけんのゆいちゃん。すげえな。どこに収めたのゆいちゃん。無 <laughs> 次元ポケット持ちじゃん。<laughs> <laughs> えはしごはどこですかあの、さっきの、えっ、ー、と、コウモリの鍵のところだね。あの、高くて届かない<ー>って言ってたじゃん。はいはいはい。あ、大丈夫ですね。まあ、大丈夫でしょう。全然大丈夫でしょう。ここね。うん。行くか。進行上、こういう助言はするけど。うん、よろしく、うん。謎解き、謎解きはマジで。<laughs> ここは、ああ、行っちゃうたー危ない。上、上はあ調べられんだ。ねえ、本棚には、教科書少女漫画、ここで過ごしてたことがあるのかなお姉ちゃん用の部屋じゃないのねえ。この館にも、以前は私と同じ普通の少女が住んでいたのね。それなのに、一体この館で何が、ここ綺麗だもんね。めちゃくちゃ綺麗よね。ね<え>なんか、思ったより綺麗だって一番綺麗だ、ね、そう。なんだか寒いわ。 あ,あ、えー、でもこっち黒。あ、い、あいつ、いあれい,いつ来たのいつ来たんだあいつ。すげえ、瞬間移動持ちだ。みんな食べられてるひどい。も食べちゃうんだ。ねえ。開かない。向こうから施錠。上行ける。ここはここも行けちゃう。あ、開セーブありませんかうん。やっぱりなんか白星っぽいの結構置いてるね。そうだね。今にも動き出しそう。 元々漁師さんの家っていう感じはするわ。だね。あ、調子のない時計だ。文字盤の上部に赤い宝石がついている。長くて太い針ね。<laughs> おいやめろ。綺麗な宝石。取っちゃいたい <laughs> ああ。手が痺れてきた。研究中のちょめ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 。未だ成果は見られず。ウイルスを自在に操れるようになれば、成功すれば世界が変わる。他の国も喉から手が出るほど欲しがるだろう。 急がなければ、生物兵器ね。うん。なんか戦争がどうとか言ってたもんね。うん。え、でも何の国の名前だったか忘れたわ。え、アルドビア、え、なんだっけな。そう、アルドビアなんちゃらと、なんとかかんとかかんちゃらがあったじゃん。<laughs> 4文字のなんとか共和国があった。そうそうそう。扉には花の形のくぼみ。花のレリーフ。レリーフが必要になってくると。ひどい行くしかないね。そうだね、こっちは。こっちも行けるー。あー。 階段も行けるけど、ね、また食べてるあ,あ、時計の音とかそうだね。ただ前に。ち <laughs> のレリーフか、ここは。マドリズ現在地、子供部屋と白星部屋。あ、奥に石板あんじゃん。ほんだ白星部屋の。優しい石板のありか書いてくれてるんだ。図書室。だから図書室またいで、うん。ホールの方に行けばいいのか。そうだ、ね。多分そこ繋がるよね、うん。うんうん。 えー。で、8、ね。あ、でもそっか。そこを開けなきゃまずいけないのか。うん、この辺にいるんじゃないのか、あいつ。いそうだけどね。ねこっち行ってたもんね。あ、こっち行けない。あ、右から下に回れそうかな、じゃあ。暗いよ。あ、行けないんだ。行けない。えー、じゃあ、もう一回ちょっと、間取り見てオッケー。どっか道繋がってんのかなあ、てか、あれか、<あ>ここで中。厨房か。うん。切り、切り込みが入ってるわ。うん。 厨房のところは内側から施錠されてたから。うん。二回行くしかないか、一旦。そうだね。うん。他行けんの二回ぐらいしかないな。よし。じゃんじゃん行こう。止まってる暇はね。あ、くくあ、ここも蜂か。蜂だ。だ使い回しできんのかなかもね。ちょっとここなんか絶対あるだろう。急げ。窓バリーン。穴もなかった。<laughs> 警戒してまこの一直線追いかけられそうな気するけどなね。嫌な BGM 流れてますねお手紙。MR、MAR。マーチかなマーチか。うん、の、えー、3日、2003年3月3日。愛子が亡くなってから全てが変わったわ。あなたのやり方は、私には理解できませんでした。ごめんなさい。ん震えた。 一席。後悔はいつも遅すぎる。すまない。あ、これ、あるか、夫顔かのそうだね、書いた人違うんだろうな。お、誰かの娘実験隊にしちゃったんだ。え<っ>そういうことじゃないえ、そういうことあ、愛子、確かに。亡くなっ、あ、でもどうなんだろう。不良の事故で亡くなったか、うん。実験に使ったか。そうかもね、写真あったしなんうん。 もともとは、その、アイコが亡くなったことに対して、その、アイコを生き返らせるための実験だったのが、生物兵器に、こう、変わっていったのか、みたいな、<ー>いろいろ。確かにね、研究に取り憑かれちゃったとか。そうそうそう。日記。フェブラリー、2月か。二千、うん、2003年2月8日。最近あの人が家に見知らぬ子を連れてくる。 こそこそとあの人の部屋へ向かい、私の知らないうちに帰っている。誰なのか問い詰めると、遠い親戚の子供だと言うけど、そんなことってあるのかしらトリコンセン2003年2月28日。まだ動機が収まらない。ま、あの人が、まさかそんなことを。ああ見ちゃったのか。人体実験。うん,うん。いや、子供、 いつの間にか帰っているっていうのは多分もう死んでていなくなってるからってことなんだろうなって感じがするけど。感じするけどね。<laughs> 夫婦の寝室、うん。あ、ここにも謎解きだ。これあっちのカか。<laughs> これ同じじゃねどうだ同じじゃないだんだん難しくなってくんでしょ確かに。<laughs> うん、いけ、ね。<laughs> いけました。こういうの好きなんだよな、結構。楽しいよな。<laughs> うん。一筆書きみたいな。そう。ずっとあの、ゲームアプリとかやってたわ、これ。取得。あ、じゃあこれであるか。鉢の扉全部開けれのかなそうだね。二箇所開け溜め込むといいよりかは。うん。あとないよね、何も。うん。なさそうだね。えあれこの。明るかったじゃん、さっき。暗くなっちゃったね。 あ、待ってメニ画面開いちゃった。いたあれ、走り抜けていいのかなえどうしたらいいのこれ。えいなくなってる。あ、いなくなってる。あ、いなくなってる。あーよかった。幻覚か。なんだそっか、びっくりした。怖すぎてちょっと、幻影見えちゃったんだろうな。錯覚か。開けたけど よく流れてる。そうだね。届く写真かなセーブしに戻りたい。<laughs> いや、まだあるって、全然。小 <laughs> の女優と女性の写真。ら <laughs> セーブあるでしょ。あるかえ、戻らなくていい。ほ、うんとにえあったあない <laughs> <laughs> セーブじゃない、ね。セーブじゃない、これ。形が似てると思ったけど。<laughs> 君が出て行ってからもう一週間になる。 空に虹は何度でもかかる。愛子が亡くなった時、そう言って君を励ましたけど、僕はあの日からずっと虹を見ていない。君の影響で始めた絵画をもう描けなくなった。あるのは後悔ばかりだ。会いたい。うーん。だから愛子の絵を描いたんかなそうかもね。描いたのどっちなんだろう。お父さんの方じゃないお父さんの方が、でも君の影響で始めたって言ってるからさ、うん、あのー、 奥さんが描もともと書いてたのは、うん、奥さんだと思うけど。きっ、うん、きかけの絵画。あ、これがお父さんが書いてたやつじゃないじゃないかな。ね。え外だ。帰ろうぜ。帰ろう帰ろう。なんかね、あの、間取り図にも、うん、そこの下のお墓みたいなやつ映ってたんよ、ね。あ、ほんとにアイコだ、アイコの墓だ。<laughs> 愛子よ我々の心の中にドアにいい,い,い読み方するじゃん <laughs> <laughs> 配電盤だろうか二色のコートがはみ出してる雨降ってたら感電するぜ気づけな、うん、これ何拾えないんだ拾えない明かりが落ちてるあ今いだねえ？上通ってったよあ本当にうん窓 <laughs> 全然気づかなかったわ <laughs> 気づかなくていいこともねそうあるからあっ8ここも8かえこっちはいけそうあ,あ<ー>ないあでもうん何もないか8ね割と<れ>順調じゃないそうだよ、ね、ここであそっかそっか扉の前か鍵開けたあここに繋がるのねああなるほどね であるか、その先。うわあおーい、女あ,<ー>あら。ふざけんな。その後、進展はええー、大事なことが。屋敷にある石板のかけら、それさえあれば地下へ行けそうです。石板、そう。まさかそんな仕掛けが。もちろん知っていたわよ。ほんとか あの、人探しに来たと言ってましたね。これ奥さんだったりせん出ていたああ、絶対、なんか、ありそう。ねえ。その、パターンも。ねえ。その方も行方不明で。は <laughs> いえ。私の目的は、この屋敷の主人、石井義郎。<laughs> この山上、化け物。 あれはきっと、アルドビアウイルスによるもの。アルドビアウイルス人を人でなくし、最後には死に至らしめる恐ろしいウイルスよ。そして、石井義郎は、そのウイルスの研究を行っていた。そういえば、各所に研究の痕跡があった。じゃあ、その人がウイルスであの化け物を作って、 それを確認するために来たの。吉郎を探し出せば明らかになる。あなたのお姉さんがさらわれた理由もね。あなたは一体、どうしてそこまで。名乗ってくれないのか無駄口を叩いている暇はないわ。ああ、言っちゃった。あの人は一体。まあ、あ冷たい感は、あるけど。うん。 全然悪い人じゃないよ、ね。そうだね。全部吉郎がやってるし。確かに。あれ右の道であってたよ。いや、そうだよね。あうんセ、セーブでしょ<っ>探してるのそう。<laughs> <laughs> え、それあの、そこにあるって。あ、そうだいや、もう戻ろうとしちゃったけど、あれ、そっか、はしごで登ってきたから戻れないんだ。帰れないよやだーここのセーブもう一生忘れない。忘れろ。やだ。<laughs> ああ、食べてるここ,ここにあるんだよね、石板が。そうだね。食べてる音が聞こえます。右にいるよ。アルドビアウイルスについてあるじゃん。一人じゃない。え一<っ>人じゃない。そう。右で食べてんのと、右上にね、一人いる。なんで複数いるのー。鍵分身の術。<ー>アルドビア出血熱。大きさ80から800ナノミクロンか。はんはん形は決まっておらず、多種多様である。 発症後、致死率は99%とされる。<男>初めてウイルスが発見されたのは1982年4月。発見されたのは南アフリカの国名アルドビア共和国からアルドビアウイルスと呼ばれ、病気にもアルドビア出血熱と名付けられた。うんうん、自然やの司の特定には至っておらず、昨今問題となっている外来生物の流入により、日本でも、日本での発症も懸念される。うん アルロビア共和国で、ウイルスが大,大流行した際、アルロビアウイルスは、体液感染型から空気感染型へと変異した。<ー>この変異のしやすさからも、取り扱いの際は特に注意を払うべきである。じゃあ、ゆいちゃんもワンチャン、かかってる可能性あるよね。あるね、空気感染となれば。ここにいる時点で。ああ、いるいるいる。右側から行けば、若干安全そうなんかな。 食べてるやつは多分気づかないだろうから。そうだね。うん、動いてるやつだけ注意すれば。っと、ウイルスと進化。読んどきたいね、これ。うん、ウイルスはそれ単体では増殖できない不完全な生物だ。だが、普通の生き物にはない特殊な能力を持っている。それは宿主の DNA を書き換える力と驚異的な進化速度だ。ウイルスに侵された細胞はウイルスを外敵とみなし排除しようとする。だが、 もしも細胞とウイルスが共生、共生することがあったとしたら、完全な生物へと進化する可能性がそこに眠っているのかもしれない。ああ、それのだからその細胞同士が共生する人間を探してた。うんうん。それが桜子ちゃんだったんかな。かなそっと振り返ったな、今。そこ、くぼみ一回調べてみるそうね。そこの。あ<ー>あ 宝石だ持ってこないといけないのか。時計のところか、じゃあ。うん。三人いる、右行った方がいいね。一旦。右。上がった方がいいんじゃない机の上のアイテムさ。うん。それ宝石取るアイテムだったんじゃないあ、バールみたいな感じこれは。ああ、違う時計の長ああ長身だ。細いな。太くなかったな。ねえ。残念。<laughs> あ、あ、あぶない危ない。一番がっかりしてただろうに。え 何のことくなくて。<laughs> <laughs> まあ、一旦下は無視しといていいのかなそうなんか、ね、こっち側から開けれそうな感じはしないし。うん。でも暗くてさ、食ってんな。うん、食ってる。その後ろは食ってるやつの右側多分バレないでしょ通れない。青く進めないんだ。うん。一旦じゃあ帰っていいかな帰るか。ふぅ。で、スワー <laughs> えっと、左の、まっすぐの扉かなここか。うん。ここだ、ね。ここも八じゃんあ、ここ八じゃないか。は、花か。花だ。えー。綺麗な宝石。あ、これ、時計どこにはめるとかないのか。ないのかななっちゃったよび。え、見つかっちゃうのでは大丈夫あ、赤い宝石。え気づかれそうな気するけどな。ここねえ。この音。 さっきのところに、はめに行けばいいと。そうだね。あ、いなくなってる。いないうん。今の、ガーンって多分動き始めたんじゃないかな。そうかも。くれーあ、危ねあ危ねー上、あ、今上行ける。な。うやばい <laughs> バレましたねー 走って帰りましょう,<ふ>う <laughs> あれか、ゴリラみたいなもんか。なんで。なんで諦めるんだろう。う,ん、うわ。<laughs> <laughs> 逆に真後ろにいたら余計気づかないみたいな。ありそうだけど。確かに東大元倉士的な。振り返る振り返んのなちょっとなこれこっち振り向くよな結構厳しいかそうだね。 なんかタイミングがわかんないというか、右から回っていかなきゃいけないのかなそうかも。う考えたら。そっちの方が隙多いもんね。うん、ええ、ちょ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 。めっちゃ来るじゃん。あ。あ、右おるわ。いるね。一定かの動き。で、後つけるように行けばいいのか、うん。振り向くなんでだよ <laughs>